君語人とは、日本中世において、朝廷に属し天皇、皇族などに、三階の特産物などの食料や、各種子工芸品などを奉納した集団である。後に、奉納する物品の独占販売権を取得し、座に属する商人と同様の活動を行った。近陸語人とも、古代においては、天皇、朝廷に、海水産物を中心とした。 ご食料を煮えとして貢ぐ慣習があり、律令制のもとにおいても、素養帳などの税とは別に、煮えの納付が定められていたと考えられている。これらを奉能する、煮え人をはじめとする非農業民は、従来、無種にして、公私協理の地とされた山の川海の利用により、制御を立てていたが、8世紀以降の律令制の解体、省エン領制の成立とともに、 小園領主による制約を受けるようになってきた。11世紀以降、非農業民は有力自社などに生産物を奉納することを理由に、これらに隷属する新人となっていたが、五三条天皇新政下において内定経済を充実させるべく山の川会に設定されていたミクリアを直轄化するという政策が取られると、蔵人所とその下部組織であるミクリア所の所管となった。 ミクリアの住民がクゴ人と呼ばれるようになった。さらに、方言元年の方言申請において、新人、クゴ人性が確立したと見られている。彼らは、高能物の原料採取、作業、交易をする場を求めて、移動、返暦することを必要としていたため、積線鶴料などの交通税を免除され、自由に諸国を往来できる権利を得ることとなった。また、 聖なる存在として、国役の免除、旧、免田の付与なども獲得した。天皇家の御リアは、紀内金国に限られており、特権を獲得した久ジンや、その統括者は、渡辺党がその典型であるように西日本における武士の演言となったとする見解もある。その一方で、墨久五人、氷室久五人など様々な手工芸品を扱ったため、高濃物を超える、 生産物は諸国往来権を持つ彼ら自身により流通経路に乗せられ商人としての活動も行っていたと見られている。南北朝時代以降は高納品の独占販売権を取得し座と同様の活動を行ったがその特権の源泉であった天皇家の権威喪失とともに生成を失い一部には大商人として成功するものが出た反面 被差別民の起源の一つともなったとする見解もある。やがて戦国時代に入ると、戦国、大名らによる大名両国制の元落一、落座などの経済政策が取られ始めると、久保人は急速に減少した。主な久保人の一覧である。ありがとうございます。